じゃあ行くか。行きましょうか。快晴だな。涼しい。ニューヨークだし。全然普通買い出しぐらいの確か白浜旅行1ヶ月に1回の再び1ヶ月ぶりこれにするか。ごめん、魚見てた。焼いてる匂いがする。焼き魚の匂いがする。今日ラーメン何しようかな。この辺にしようかな。梅しようの。
短。最短。どっちから行こうか。あ、ここ最短なの。今までの最短。ピラミッドってあれ？あれあれ。あれなんやろ？屋根にしてでかない。でかいな。あ、どうぞ。え、いける？いける。なんでそんなあんの？昨日マックスやったから。いや、あんまり見てない。それちゃん、バイバイ。昨日ずっと充電してたしな。じゃあ、白浜さんが、はい、お願いします。さよなら、白浜。また来年。今度こそまた来年。冬ぐらいに来るよ。多分な。どうせ来るよ。その説あるね。なんなら秋ぐらいにもう一回使い取れたらいいかな。発作的に来るからな。あ、まちゃん、いいとこ持ってた。チキ1回に来ればいいんちゃう？それは、遠い。月1回はちょっと飽きる飽きる、何もやることない。3ヶ月に1回ぐらい。そうやな、まあなんかレトロ感ね。白浜は最寄りか。これが最寄り。ちょっと低いもんね。確かに、そうやな。ちょっと待ってくれ、なんかよくわかんないな。線路渡れてローカルな道選んでしまった。確かに邪魔になるよね、かなり。で、これみんなゴミね。どっちから行く？半分ずつ行くか。じゃあこれ醤油とかはこれ一緒に使う？醤油なしでいらないね。いらないんか。わさびないのか。ああ。わさびってなんか別で取るとこあったのかな。こだわり醤油のある。うん。うん。どう？あ、噛む。マグロもプリプリで美味しい。電子レンジの温めもセルフなんや、ここは。うまい。赤い。生臭いってことね。いや、生臭くはないんだけど、なんか魚身が強い。それが好きな人もいると思う。新品やかいね。醤油入ってるわ。やっぱ今噛んねや。あ、でもわさびもおった。わお、ごちそうさま。ちょっと違って大丈夫。おじいちゃん、そうだ。もういい。
あ、うん、かける。しまうとちょっと逆にあれ以外あかんわ俺マグロあかんくなってるかもしれない。これでひどいだけどちょっと赤身やな。私食べようか。まあひなこが食べてどうしようかな。やっぱちょっと3分の1ぐらいもらってもいい。まだ今のやつめっちゃうまい。わさびないの。あ、終わったん。ちょっと待って。美味しかった。トバ、うん。トバのあのうまい、俺がうまいっつってたマグロ。うん、いやあれはね、世界一うまいマグロ。何個でもあるから大丈夫。食とか天然とか関係ないな。うん、うまい。うまいね。あれ本物だからびっくりしたもん。ありがとう。まっちゃん食べた？だいぶ。食べた。揺れてるよ。
まあ、ちゃん、カバ楽しみやね。楽しみやね。綺麗やで、めっちゃ多分。綺麗なの。うん。あー、怖いわ、落ちるの。怖いな、結構揺れるもんな。ママ、多分今頃行きや。言ってる、言ってる。言ってる、言ってる。これやばいんちゃう？しかもこの柵揺れるし、うわー。うお、怖っ。これ危ないよ、柵に持たれたら。揺れるね。めっちゃ揺れるで。怖い怖い怖い。早いな。早いな。向こうなんもない、なんか参道があるだけだった。うん。うん。鉄道止まる先ではない。モノマネ。いや、どっかで下は向こうかなと思ったけど負けるとこなかった。